3泊4日沖縄宮古島旅行、ヒルトン沖縄宮古島リゾートにこれから向かいます。2023年6月18日に開業、8月26日にグランドオープンされたホテル、宮古空港から車で約15分、下地島空港から約25分、宮古ブルーの海やサンセットを望むリゾートホテル。客室は329室あって、ファミリー、キッズ、大人向けに分かれた屋外プールが3つと屋内プールが2つ、スーパーやフィットネスセンター、キッズクラブなどの設備もあるそうです。以前動画でも工事中に紹介しましたが、これから向かいます。ご覧ください。ご朝食会場ですが、今いるフロアが2階でございまして、客室エレベーター1階まで降りていただきました正面にございます。営業時間が朝の6時半から14時まで、最終入店が13時でご案内しております。こちらぜひ好きな時間にご利用くださいませ。チェックアウトの時間11時でございますが、チェックアウト後のご利用も可能でございまして、またダイヤモンド会員様 QR コードにてご朝食のご予約も可能でございますので、そちらもぜひご利用くださいませ。後ほどルームキーと一緒にお渡しいたします。こちらですね、リメイン失礼いたします。当ホテル環境保全の観点により、ペットボトルのお水お部屋にご用意しておりませんでして、はい、代わりにお部屋にガラス製のボトルがご用意しております。はい、各フロアエレベーター降りていただきまして、左手進んでいただきますとウォーターサーバーございます。こちらご利用くださいませ。またお部屋の窓を開けていただきますと、自動的にエアコンストップいたしますので、あらかじめご了承のほどお願いいたします。ダイヤモンド会員様でいらっしゃいますので、こちらエグゼクティブラウンジもご利用可能でございます。こちら本日10時から8時まで営業しておりまして、17時から19時までの間がカクテルタイムでございます。今ですと宮古島日が落ちる時間帯が17時半ごろから16時の間でございます。18時の間でございます。こちらもぜひご利用くださいませ。はい、こちらでご案内以上でございますが、何かご質問ございますか？大丈夫です。はい、ボタンじゃなくて関係ない。工事ビューやん。
見えるでこっちこっち実家はいたらこれ全部いいな。そうだね。実家やな。あ、すごい、ウェディングだ。見て。どこ？ほら、そこ。あ、ほんまや。すごい。そりゃいい部屋やわね。あ、上でほら、教会チャペルがあるやつ。うん、そう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 。すごいね。このルーフトップの上のところに行きたいな。散策しよう。すごいね、こんなとこに入り口ができたよね。あ、向こうにホテルできたら向こうに出口もできるんじゃない？そこめっちゃ広い部屋ある。ホテル管轄外のビーチ管理会社ね。ここ有料なんやね。あ、これ将来ここでバナナ食べながらビーチできるん。はい、バナナバナナできるやん。あ、それポキッと折ってそう、ポキッと来てバナナ食べながらプールみたいな有料なそうそうそうバナナでも数に限りがない。本当だ。
結構重たいね。楽しそう。中にもあるんやね。あ、朝食会場か。朝食とかディナーとか全部違う。できる。お食事というかバーでしょ。なんかこういうお席で。どこに行くの？下。ビーチに行けるやつ。なんか平素めたもので、よいしょ。あ、なんか乗っていただいて。いや、結構です。すごい。電源どこについてる？乗ればつく。あ、そういうことだね。マスター、ふかふか。ふかふかマスター。ふかふかやね。ふかふかやです。下にある。あ、これだ。あ、自動でも開いたね。普通に開いたよ。どこでもするよ。どこでもしよう。もう手を開けない。それはそれは。あれはアイロン台とアイロンだ。アイロン台。はい。こちらは東芝のアイロン。東芝アイロン。東芝のアイロン。M と L やって L 入るん？俺切るよ、こっちは。いや、なんでやん。なんでやん。もうランドでいい。あと、スリッパ置きます。うわぁ、いっぱい。ハンガーね。もう、いっぱい置ける。スリッパしてもらう。環境に配慮しております。工事ビューの部屋です。工事ビュー。USB と、なんかいっぱいあるよ。ここからいいけど。
これさ、ほら、静かに閉まる。あ、これ充電できる分。これ乗せて。ここ海外の人嬉しいね。これ HDMI 入ってる、うん、テレビ映せるじゃん。ああ、ほんとに YouTube は見れませんね。見れませんね。わお、すごい。16億、すごい。ここはからじゃない、ただだ。一番上から、ここのピークアップセット。で、次はもうワイングラスとオープンアートいっぱいついてる。おしゃれやね。いろいろ飲める。ちょっと一瞬、また足も見てもらおう。ババーン。氷、うん、これあのアイスペルで、これと一緒のとこにあるんじゃん。お水と一緒のとこに氷があるやん。で、次は冷蔵庫。冷蔵庫。本来であれば何も入ってございませんが、あ、宮古島サイダーです。ウェルカムギフトを頂戴しました。もう4ついただいて、うん、お水は、お水のところに。氷と水と、水と。すごい、あかんわ。手かざすと抽出します、これ。なるほど。水とはダメージ。いや、でもこっちの方がでかいんちゃう？一緒か。一緒じゃん。ちょっとでかいな。当たるかな。それ外れたの見たことないし。外れが本当の当たりなんじゃない？めくるよ。絶対当たりやん。やったー。外れたの見たことない。当たったー。何くれる？素敵なギフトくれます。当たっちゃったよ。外れた方が大当たりやと思う。熱い、熱いだけやろ、出た。うん、何や。それ背もたれなの？違う、俺もそう思ってる。違いますうん、そうバス回るの？回るんちゃん。あ、そっち。すごい、あれで怒られてくるんや。めっちゃ綺麗な緑になってもた。ここも綺麗ね。結構駐車場スペースあるやん。すごい。雨や。
雨ですか？雨ですか？綺麗、水は綺麗ね、うん、ここだけなんかため池みたいだと思う。分からへんけど、どっか繋がってんの、こういうとね。え、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。